吉田さん、お疲れ様です。やっぱり上島竜兵さんのことがあってですね、 YouTube ログインすると上島竜兵さんのことに関わる動画がものすごい増えました。で、私自身がその動画をアップしたから、それに関連しておすすめで上がってくるんでしょうけども、まあ私のね、ログインした YouTube 動画のうちの6割ぐらいがもう上島竜兵さん関係なんですよ。で、その中でまあ最も多いのがね、上島竜兵さんのその今回の件から何を学ぶのかっていうところなんですよ。で、最後の上島竜兵さんの命を懸けた芸というふうに解釈すればこれによって私たちがどういうふうに生きていけばいいのかってことを考えるきっかけになるんじゃないかなと思うんですよ。で、確かにびっくりしたのはね、上島竜兵さんの演技っていうのはずっと見てきたんですけども、そういえばここ最近は見てなかったなってことに気づくんですよ。特にこの1年とか2年とかね。で、ダチョウ倶楽部っていうのは3人組ですから、3人で芸をするわけですよね。言ってみればこれどっかの動画にもありましたけども、密でしか成り立たない芸をやってる時にほとんどの芸が塞がれた状態だったんではないかなっていうふうに、解説されてる方もいたんですよ。まあそこは確かにそうだよねと思いました。まあそこからどのように結びつけるかなんですけども、芸ができないから、失礼しました、いろいろと思い患ってしまったのかなっていうふうに解釈する方もいるでしょう。これご本人にしかわからないんですよね。もしかしたらご本人でも混乱してて分かんなかったのかもしれません。いつも一緒にいるメンバーとかね、それから仕事仲間、事務所の方、ご家族にも打ち明けられなかったっていう、自分の内面の奥の奥に潜んでいる何かですよね。これが今回傾いちゃったのかなと思いますよね。でも本来自分が人一人がね、どこに向かうのかってみんなわからないわけですよ。わからない中で、逆に言うと一本筋を通してこの道を極めてしまった人、その道の頂点に駆け上がろうとしている人っていうのは、なんかポキンと折れる瞬間がもしかしたらあるのかもしれないなと。私ね、すごく皮肉だなと思ったのが、もう明日を生きれるかどうかわからないっていう風なロスジェネの人からのご相談をもう何年も受けるんですよね。もうこの年が越せませんとかね、給付金10万円がないともう生きていけません、食べれません、電気代も払えませんって言ってる人が未だにそう言ってるんですよ。別にその人たちを軽んじるわけじゃないですよ。そういった現実がある一方、金銭的にもまあ恵まれてるでしょうし、芸能界としても成功してるでしょうし、多くの方が上島竜兵さんを憧れ目指して日々修行に励んでることだと思います。その憧れの存在の方が実はこういうふうな結末を迎えてしまうっていうことでね、本当人生は計り知れないなと思いました。で、私はでも今回の件をね、きっかけにさらに思うことがあります。生きてるうちだけだっていうこと、あとはですね、今回みたいなことがあっていろんな人に取り上げられたり話題になったりとかして、それはそれですごく立派なことだなと思います。人の思い出に残るような人生を作り上げたんだなと思います。でも片方ではね、これ上島竜兵さんがそうだったわけじゃないんですけども、最近仕事がない、目立たないから、こういうことで目立ってやろうっていうので生命を終わらせることを選ぶっていうのはなんかちょっとないかなと思うんですよ。これ上島竜兵さんがそう考えてたっていうふうに考えてるわけではないですよ。まあけどね、なんかそういうふうに解説してる人もいて、まあ、様々私たちは受け取ることができるんだろうなと思う中で、やっぱこう思うんですよ。生きてこそだなと。死んで名を残すのもすごいことだと思いますけども、私の場合はそういうことはないと思いますんでね、生きてこそかなと思いますね。しばらくこれね、心残りそうですね。まあ毎日たくさんの人がお亡くなりになる中で、いちいち気を止めんなよっていう方もいらっしゃると思いますけども、その中でもね、あ、この人はっていう人がたまにいるんですよ。やっぱりね、誰にでもいるじゃないですか。はい、ということでございました。重ね、お悔やみを申し上げ、本当に謹んでお悔やみを申し上げたいと思います。失礼します。